東北電力はこれまで女川原発2号機の安全対策工事を来月に完了しことし5月ごろの再稼働を目指すとしていましたしかし現在進められている安全対策工事で追加工事が必要な箇所数が予定よりも増えたため完了の時期が数ヶ月程度遅れると発表しました追加工事は発発電所内で火災が発生した際に 電線管をを守るため周りを耐火火で覆う火災防護対策工事です。工事完了が先送りとなったことで再稼働も数か月延期となります。 あの今日のところはまだ数か月としか申し上げられないですけれども、工事が遅れて収支に対しても影響があるということは、あの私どもとして非常に重く受け止めておりますし東北電力によりますと、数か月の再稼働延期により、数百億円程度の燃料費削減効果が失われるということですが、これによる電気料金の値上げは予定していないと説明しています。